回教えていただけるのは何でしょうか。一般的にあの忍びの世界でね、六具陸具という、まあ、6つ の, あの道具ですね。これはまあ普段持ってると非常に便利であるということで代表的なものが挙げられているんですね。その紹介をしたいなというふうに思います。忍者の道具、そうですね、忍者が主にですよ、主に忍者が、まあ、旅に行ったりですね、任務の時に持参するすべきって言った方がいいかな、道具という、その6つの種類の道具のことですね。実際にじゃあ今日はそれを教えてくださる。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。まず1つ目は何ですか。例えばですね、こういう、これヤタテって言うんですけど、ヤタテ、ヤタテ、まあ、あの筆記具ですね。で、中にこの筆が入ってるんですね。こう、ね、こう書くと。で、これの中にこの墨を入れてね。で、これでこうつけてこう。という、まあ、万年筆のない時代ですので、こういうものを持参する。これはまあ、あの忍者じゃなくても、侍であろうが商人であろうがね、持っていた道具なんですけどね。で、これはいつも、携帯式を持ってるということですね。実際これを忍者が使うシーンというのはどういうのが登場されるのか、まあ、ちょっと何か記録を残しておきたい、印をつけたい、そういう時ですよね。手紙書いたりっていう、いろんな面で現代も一緒でしょ。あのそういう筆記具というのは持ってないと不便ですよね。昔も一緒だということですね。それは腰に刺す、うん、大体はまあ腰に刺すものですね。普通のその当時の商人の人たちもそういう風に同じ、ええ、侍であろうが商人であろうが百姓であろうが一緒です。で、次ね、こういう印籠っていうんですけどこれね、はい、これは中に薬を入れるんですね。で、腹薬で傷薬っていうものを中心に入れる。それって薬入れなんですか。薬入れです。単なる薬入れです。ちなみに今中は何、腹薬、これ江戸時代のものなんで。あ、実際の。そうです。入ってますね。あの昔はあの水に当たることが多かったんですね。要するに雑菌がいて腹を壊すことが多かったので、まあ、こういう腹薬を、まあ、持参するというのは常だったんです。実際にじゃあ江戸時代に使われてた。そうです。それはどこに隠してたんですか。これは腰にぶら下げる。あ、なるほど、なるほど、そこにぶら下げておく。ぶら下げる。で、結構ね、もともと高価なものなんですよ。非常に細かい細工でね、色塗ったりしてて、これうちだけですね。で、これはね、常備するっていうことは まあ、あんまりないかもわかんない。まあ、何かの任務で急を要すときにはこういう。例えばどういう時に、敵の家に火をつける、攪乱する、そういう時にですね、火がすぐに必要になりますので、ね、その時のためにということですね。この中にね、火種を入れるわけですね。要するにこの中にこういう火種を入れておくんです。このちょっと見せてもらいます。はい、そこに火がついて、火がつけてこの中に入れておく、入れるということですね。その筒に入れる意味は何ですか。燃えないように。で、この中に北地っていうね、これだけの火だとなかなか時間かかるので、火を燃えるようにするための火種をの種にするものを北地っていう、それをこの中に入れて、まあ火薬類も含めてね、入れるんですよ。それはどこに。それも同じです。それも腰に入ってる。内鍵、これ、これは内鍵。内鍵、どういった時ですか。いろいろですよね。まあ普通はね、井戸に物を落とした時にこれでこう取るための道具なんですけど、はい、それだけじゃなくて、これはですね、これちょっと強いんですけど、2本掛けだったら高いところへ引っ掛けて人が降りたりはできるんですよ。1本掛けでは危ないんです。2本掛けならそういうことも使える。で、これに
こういう細縄をつけてる。でこれでこうなんていうかな、家にこう入ってくる侵入者を引っかかったりする、まあ、仕掛けにする。あるいはこれをどっかにくくっといて、ここにあの傘かけたり自分の日用品をかけたり、あ、そういう使い方もできる。ええ、とか場合によってはこれを武器にする。あ、それで攻撃することもある。またまたかの時にはこの火打ち金にもできる。結構何にでも使えるんですか。うん、だからまあどこでも家にもあったんです。井戸に物を落としたら取らないかんから。あ、それって忍者独特の道具ではない。ないです。持ってても不思議ではないけど、使い方がいろいろある。そうですね、こういうものに使う。どこにつけるんですか。これはね、あのもう夜どっかへもう入るんと分かっとりゃ外にぶら下げればいいんですけど、普段こんなものをね、こんなブラブラしてるともかえって怪しいでしょ。ただもうこれはもう懐の中に隠しとく。そこに入れとくんですか。こういう三尺の手ぬぐい、これは手ぬぐいなんですよ。でね、こう手ぬぐいは何でも使うんですね。あの暑かったら放火したり、ね、怪我したらこれで包帯にしたり、あるいは縄にして先にこれに作って降りたりですね、水をこれでこしてですね、ちょっとした水をこしてこう飲むとかですね、こういろいろさまざまにこれは使えるわけですね。で風呂敷にもなるんですね。だから今のこういうやつはそのまま入れると腹痛いとかなってあったらね、これをこうこれで包んでですね。なるほど、うん、こうやって別に持っててもいいわけです。これはもう自分のその時々ですねの工夫によって、それをそこに入れると、うん、それはもうあの自分の工夫次第で、昔はこう田元があったので、はい、田元にも入れれたということですね。もう本当に非常に便利なものですね。でこれはもう普通の傘です。でまあ編み傘、要するにいろんな折りたためる編み傘であったり、まあ、こういうタイプであったり、いろいろあの深編み傘であったり、まあ基本的にかぶり物っていうんですか、かぶり物ですね。でこれはまあ日よけになる、雨よけになる、あと顔を隠せる、そういった用途、それとこうまあこうなんか護身用のこれをね武器にこう使ったりもするんですね。これにこう防御にも使える。そうそうそう。でこういうですね。でこれはもう普通の、まあ、昔でいう傘ですけど、今現在言ったらもうあの なんていうか帽子ですかな。だから旅人は絶対に、昔はちょんまげですからね、ここは全部出てるんですよ、はい、暑いし寒いでしょ、はい、当たったら怪我するしね、はい、だからやっぱりこうかぶり物がないと、うん、ちょっと困るんですね。まあ昔 あの忍者はね旅に出たりするときに、その目的によってね必要な道具を選定して、そして適切な所持方法、携帯方法を考えてね、そして出ていって出発したというふうに考えられるわけですね。